何時天かける一団がこう言ってん。我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。ここに記憶のかけらと祝福を与えん。もう目の前みたいだね。オッケー、予定通りだぜ。キール、水力 60%、 進路高度はそのまま維持だ。了解、水力 60% にダウン。進路高度もセット完了だ。よし、規定航路に入ったぜ。あとはこのまま目的地までひとっ飛びだ。ふう、やっと一息つけそうだな。二人ともお疲れ。今日も無事に時間を守れそうで何よりだね。まったくだ。俺たちカプアート急便は信頼と安心と客の笑顔がモットーの運送会社だからな。空賊だった頃を思うと未だに信じられないけどな。うん、それもこれもみんなアリシア女王の恩赦があってこそだからね。無罪放免って聞いた時はさすがにびっくりしたけどさ。ああ、おまけに資材を使って俺たちの借金の肩代わりまでしてくれたんだ。おかげでこの山猫号も没収されなくて済んだし、あの女王には一生足を向けて寝られないぜ。まったくだ。この恩義に報いるためにも早いところ女王さんに借金を返しちまわねえとな。うんうん、この調子で稼げばきっとすぐに返せるよ。言ってるそばから新しい仕事かな。はい、こちらカプア特急便。はい、明日の午前中。大丈夫ですよ。わかりました。では当日伺いに参ります。どこからの依頼？ああ、今度も共和国からの依頼だ。グランセルまで小包を一つと残った。オートってことは明後日の便での配達か。ふう、それにしても大繁盛だな。まっ、ここまで小回りの利く運送業は他にないからね。そういえばドルンに、オートで思い出したけど、今朝はオートでギルドに寄ってたよね。
一体何の用だったの？そうだった。言うの忘れてたぜ。何なの、ドルンニ？実は帝国から俺たち宛に手紙が届いてたんだ。聞いて驚くなよ。差出人はヨシュアの小僧だ。本当に？へえ、そいつは珍しいな。っていうか、なんでもっと早く教えてくれなかったのさ。すまんすまん、今朝は何かと慌ただしかったからな。そうだ、ジョゼット、読んで聞かせてくれねえか？もちろんだよ。ちょっと待ってね。確か帝国を回ってたんだよな。さて、今はどうしてるのやら。確かにどの辺にいるんだろうな。帝国っつっても場所にもいろいろあるからな。まあ元気にしてりゃいいが。で、どうした、ジョゼット、早く読んで聞かせてくれよ。七時、古美術品。ん？なんだって？ジョゼット？一体なんて書いてあるんだ？何が書いてあるも何も、これ今朝の配達の伝票じゃないのさ。な、え？それも配達先に控えにどうぞって渡したはずのやつだよ。まさか。はあ、嫌な予感がするぜ。小僧からの手紙は帝国発行の封筒に入っていた。同じく今朝の伝票も帝国発行の封筒に入っていた。ってことは、すまねえ、どうやら間違えて手紙の方も荷物に貼り付けちまったらしい。ふう、やれやれ。とにかく急いで配達先に連絡するぜ。きっと荷物と一緒にあるはずだ。ドルンニーのバカ！うわっ！こんなミスすんのさ。ほんとありえないよ。ヨシュアから手紙が来たって言うから嬉しかったのに。ジョゼット、すまねえ、ジョゼット、こればっかりは全部俺の責任だ。だいたい兄はいつもそうだ。昔から大雑把で、いつもみんなにどれだけ迷惑かけてるか分かってるの？おい、ジョゼット、まだ手紙がなくなったと決まったわけじゃねえ。何もそこまで言うことは。キール兄は黙って。父さん、ほんと昔からだよ。あの時だってそう、勝手に契約して勝手に騙されて、僕たちがどれだけ。ジョゼット！言い過ぎだ。兄貴だって十分反省してるさ。それに、え、そうさ、何もかも俺のせいさ。俺がしっかりしてりゃ故郷を追われることもなかったんだ。あ、
お前ってやつは何もその話題に触れることはないだろうに。本当なら今も先祖代々の土地で優雅に暮らしてたはずなんだ。楽器を弾いて紅茶を飲んで、たまにパーティーなんかにも呼ばれたりしてな。おいおい兄貴、誰も今さらあの頃の生活に未練なんてないぜ。目先の欲にとらわれて、まい話に乗せられて、気づいた時に残されたのは借財の山だけさ。親父の残した財産だってのに、大馬鹿にも程があるってもんだ。それは何も兄貴一人のせいじゃないさ。ただ俺たちが世間知らずのガキだったってだけの話だ。それでもとにかく俺は、ジョゼット、お前からも何か。ふう、やれやれ。なんだ？大変でさ、お頭じゃなくて社長。え、一体どうしたってんだ？後方に赤い飛行艇の影が。あれは確か結社の。え？しゃあ、それはまずいな。兄貴。ああ、かまってる余裕はねえ。積み荷の安全確保が第一だ。全速力で振り切るぞ。了解だ。野郎ども、聞こえるか。緊急事態発生だ。戦闘に備えて各自の任務を全うしやがれ。帝国ラインフォルト社製山猫号か。知っている船なのか。ああ、顔なじみだ。しかし、このデータ、興味深いな。カプア特急便、元空賊どもが今では運送会社をやっているらしい。やれやれ、全くせせこましい限りだな。まあ、ともかく向こう側に戦闘の意思はなさそうだ。このまま放っておくぞ。待て、僕たちの任務を忘れたのか。今回のテストにまさしくもってこいの相手じゃないか。まさかあれをけしかけるつもりか。今回はあくまでもテスト作動だけの予定だぞ。ふふ、そんなことを言ってるから出世が遅れるんだ。相手が王国軍なら話は別だが、奴らには何の拠り所もない。攻撃したところでリスクなどないさ。それはそうだが。それに13工房も正確な実戦データを望んでいる。褒められこそすれ、処罰されることなんかないさ。わかった、そこまで言うなら。だが責任は取ってもらうぞ。ジョゼット、見えたか。うん、後方に傾斜の飛行艇と。なんだ、どうした。見たことのない兵器が数体、全部こっちに向かってくる。完全に狙われちまったってわけか。ジョゼットはそのまま後方の機銃で迎撃を頼む。うん、了解だよ。今機銃モードに切り替えた。どうだ、ちゃんと機能してるか。
うん、大丈夫。それじゃあ迎撃を開始するね。が安心はできねえな。ジョゼット、右後方に熱反応だ。確認できるか。うん、なんだろう、人が乗ってるみたい。こっちに来る。
元空賊風情がやってくれるじゃないか。まさかこのギルバート様が直々に出向くことになるとはね。友人型オーバーマペットジーアパッシュ、これより山猫号を撃破する。ダメだ、振り切れない。くー、ちっこい体でなんてやろうだ。キール、速度を緩めんじゃねえぞ。ああ、分かってる。ジョゼット、ちょっとでいい隙を作れるか。うん、任せて、なんとかやってみるよ。
様もおしまいだ。なんてことだ、このジーアパッシュが破れるなんて。パラシュートはどこだ。これか。違う、これは勝利のくす玉用の紐だ。どうする、回収するか。え、ああ、いや別にいいんじゃないか。だがカンパネルラ様もやつをお気に入りみたいだし。だからこそだ。何しろカンパネルラ様はあの性格でいらっしゃる。ありのままを報告すればむしろ喜んでくれそうじゃないか。うん、ま、それもそうか。やった。ああ、それもバレリア湖に落ちたみたいだ。人的被害の心配もないだろう。どうやら結社の奴らも尻尾巻いて逃げたみてえだな。よくやったジョゼット。お前の射撃がなかったら今頃湖に落ちてたのは俺たちの方だったかもしれねえ。ああ、本当に見事なもんだぜ。褒めすぎだってば。ヒールニーだったらあと少しで振り切れてたと思うし、それにそもそもドルニーの指揮があったから。あ、どうしたジョゼット。あ、そうだった。ん、もしかして二人ともまだ気にしてるのか。はぁ、お互い素直じゃないというか、なんというか。ほら、ジョゼット、
言いたいことがあるんならさっさと言っちまえよ。うん、ごめんね、トルンに。ジョゼット、俺この不甲斐な兄を。だからそうだって言ってるじゃん。何度も言わせないでよ。ドルニー、俺はなんて幸せ者なんだ。こんな可愛い妹に恵まれて、俺みたいな過保護者はいねえ。やめてよドルンニー、みんなに聞こえちゃうじゃん。いや、それとキールニー、心配かけてごめん。本当にありがとう。よせよジョゼット、俺は別に何もしちゃいねえさ。お嬢、お嬢はいますかい。ロッシ、一体どうしたの。いや、さっき積み荷を固定してる時に気づいたんですがね、倉庫の床にこんな封筒が落ちてたんでさ、何か心当たりねえかと思って。それってまさか。どうやら届け先にも行ってなかったみたいだな。俺ってやつはどこまでドジなんだか。これなんですがね。僕の封筒、やっぱり。何か問題でもあったんすか。ううん、もう解決したから大丈夫。届けてくれてありがとう。いやこんなのなんでもないっすよ。で、あしはこれで。ふう、とりあえず手紙が無事でよかったな。で、一体なんて書いてあるんだ。ふむふむ、もうすぐ帝国を出発するんだってさ。なんでも人を探してるらしいよ。そうか。お次はどこへ向かうのやら。で、ジョゼット、お前へのメッセージはないのか。うん、あんまり根を詰めずに、たまには休むことも忘れずにって。へへ、さりげないが気が利いてるじゃないか。で、その下に。その下に、これは能天気女だね。頑張るのもいいけど、体を壊したら元も子もないわよ。余計なお世話だよ。そりゃまたあの嬢ちゃんらしいな。しかしまあ、わざわざ頼りをくれるなんざ本当にありがたいこった。と、そうこうしてるうちにだいぶ時間が経っちまったな。確かに、あまり悠長にもしてられないね。飛ばすかい、兄貴。なあ、少しばかり距離を稼いでおくとするか。推力 90% まで上昇、時速2000セルジュまでスピードアップだ。はい、さあ